ドライトオリジナルミニゲームスペランカーバトルサバイバルルール説明について紹介いたします。パンチ一発でやられてしまうほど HP が低い状態で戦う一発勝負の PVP です。ちょっとした段差でもやられるので気をつけましょう。勝敗について、一度でもやられてしまうとそこで終わりです。復活はできません。そして最後まで生き残れば勝ちです。制限時間は5分ですが、5分過ぎてしまうとデスマッチとなり、強制的に障害物のない場所へテレポートし、最後まで生き残ったプレイヤーの勝利です。デスマッチ会場のテレポートはランダムなので運要素があります。アイテムについて、最初のアイテムはツイザオのみです。ツイザオで高いところのアイテムを回収することができます。武器やアイテムは1分ごとに空から降ってきます。屋根など高いところにあるアイテムはツイザーを使いましょう。アイテムの落ち方はランダムです。アイテムは弓、無限の弓、クロスボウ、マルチショットクロスボウ、トライデント、忠誠心のトライデント、矢、雪玉、地図、スピードのポーションです。それらを回収し、戦いを有利に持っていきましょう。ずっと芋っても勝てる確率は低いので、アイテムを集める必要があります。ステージについて、今回は和風ステージです。中央は大通りで激戦区でもあります。橋の先は神社があり、建物をうまく使って逃げたり攻撃を仕掛けたりしましょう。大通りから橋を渡って右側は街並みゾーンです。ここで隠れることもいいかもしれません。街並みゾーンを出口の方へ進んで右側は池とお墓ゾーンです。障害物は少なく狙われやすい場所ですが、少しの林で逃げ隠れはできるかもしれません。大通りの橋の左側はお屋敷ゾーンです。ここも激戦区かもしれません。最後に入り組んだ街並みゾーンです。通路が入り組んでおり、急に敵が現れびっくりすることもあり、遠距離武器を持っていなくても勝てそうな場所ですが、落ちてくるアイテムが見えないので、アイテム回収は不利かもしれません。その他のシステムについて、アイテムが大量に降って残ると処理落ちをしてしまうので、1分ごとにアイテムが消えるようにしました。目の前で急に消えることがあります。そしてアイテムが振り終えたらプレイヤーの位置がわかる花火が頭上に打ち上がります。プレイヤーを探すときはそれを頼りにしましょう。以上、スペランカーバトルサバイバルのルールでした。